リアド、サウジアラビア、4日イコール藤中英治、ボクシング4団体統一スーパーバンタム級王者井上直也、31イコール大橋、がサウジアラビア政府直轄プロジェクト、リアドシーズンとの大型スポンサー契約を結んだ。2日夜、所属事務の大橋秀行会長、59、ラトリアドを電撃訪問。同国の総合娯楽長トゥルキ・アラルシク長官と対面し、 総額約30億円推定契約の合意文書に調印したサウジアラビアと日本の友好関係樹立70周年となる来年に合わせ両国の架け橋となる顔に任命された写真皇太子と皇族邸宅に招待される井上直也リアドシーズン19年からサウジアラビア総合娯楽庁の政府和弘プロジェクトとして立ち上げスポーツライブ 展示会ななど多彩なイベントを開催国内外エンターテインメント産業を活性化させることが目的サッカーでは人気クラブのパリ SG を招兵招営当時同クラブに在籍したメッシアルナスル在籍のシーロナウドが激突し話題にまた人気アーティストの BTS もライブを行った石油に依存する経済からの脱却を目指し新たな産業としてエンタメ づかせたいという国家戦略の目玉となっている。